对哈，我还没有安装新的字体。好，干，我上传爆炸了。又好了，我要从这个地方钻过去，成功。いくら油を刺しても機械に家族なんかできませんよ。そろそろ始まりますね。オペレーター 210 から 9S へ、聞こえてますか？聞こえてますよ。夜ハブ隊降下作戦が開始されました。速やかに敵拠点の防衛システムを解除してください。了解しました。了解しました。然后这个走下去这样开个结局的好笑。警告、防衛システムは地上ルートからたどり着くのは不可能。不管、我就是要跑的。警告、速や。干。也是G。
两边同剧情，可恶。可是这边也看不到 Nice 啊，想骗。オペレーター210から 9S へ、聞こえてますか？聞こえてますよ。夜ハブ隊、降下作戦が開始されました。速やかに敵拠点の防衛システムを解除してください。了解しました。了解しました。4箇所、目標の周囲には敵の反応がありますので、まず退治してください。Thank you.
并不是很擅长战斗，太克隆了。目標へのアクセスが可能になりました。はいはい。はいは1回でいいです。はーい。完了。次の目標へ向かってください。良いな。残り1箇所です。いやー、意外と面倒くさいですね。作戦中の信号は認められません。はーい。
波攻撃部隊の侵入を確認しました。しかし残存機体は1機のみ。1機？それはまた大変だ。敵防衛兵器によって苦戦しているようです。のが暴れてますね。ミサイル発射。ちゃんと死んだのを確認しないと危ないですよ。 2B さんですね。僕は 9S です。あなたのサポートをするように指令を受けています。了解。この大きなノコギリが目標の超大型兵器ですか？違う、単なる防衛装置みたい。じゃあ目標を探す必要がありますね。僕は飛行ユニットがありますから外から見て回ります。分かった。私は内部を中心に調べてみる。事前に調査しておいたマップデータを転送しておきますね。了解。2B さん、僕嬉しいです。何が？僕たちスキャナータイプは単独での現地の事前調査が主です。だから誰かと一緒に行動できるって楽しいんです。感情を持つことは禁止されている。さあ、すみません。それと3はつけなくて。え？私の名前に継承は必要ない。わかりました。 2B、 だらけですが、敵はこの工場を再利用して機械生命体を増産しているようです。冷静にさせないと無限に湧いてくるってことか。ブロック43から2機材移動する。作業は必要です。旧世界のデータを使って適当なことを喋ってるんです。機械生命体のやることに意味なんかないですよ。ブロック64から機材を導入。両方の空気をお疲れ様でした。その喜びを感じてください。
工場を探索したけど目標らしき兵器は発見できず。もしかしたら別の場所に移動しちゃったかもしれませんね。あれは？ああ、鳥ですか。環境の変化があったのか、動物や植物は旧世界の時よりも増えているみたいですね。その橋の先に別の施設があるはずです。ちょっと遠いですが移動してみましょうか。しかし司令部が敵兵器の予測位置を間違えるなんて珍しいですね。どうかな。喔喔九九，感谢。还有一个军统什么东西的，没看到，感谢感谢。我热特可能先不开，不然太那个了。哦，我有视觉啦。音声ユニット回復。周辺環境を確認。ロンリーウイルスワクチン。すると血水症
当該 9S のバイタル低下はこの場での応急処置を止めること。うるさい、いいから出して。トゥービー言って、黙って。僕たちは兵士です。その戦いに誇りを。装備 HO229 コマンド677受諾。使用者を 9S から 2B に権限移譲、 2B の承認を求む。お願い。分かった。迎撃する。弱性を発見しました。今から援護のためにハッキングします。トゥービー、敵機体の上腕部のコントロールをポットを使って取れるはず。いいから黙って。制御バーリア、コントロール、敵兵器の従属化を完了。 2B、 敵ユニットのダッシュに成功。引き続き防衛継続。2B の記録データパッケージをアップロード開始。警告、機体 9S のデータパッケージが未更新。いいんだ、先に2B のデータをアップしてくれ。了解。
救援要請を。いや、その必要はないみたいです。そんな、なかなかうまくはいかないみたいですね。準備はできました。ブラックボックスを。分かった。神聖。ブラックボックス反応による敵大型兵器の殲滅。申請を許可します。トゥービー、あなたと共に戦えて光栄でした。私もだ。好长的剧情，不过这一段也蛮长的。如果在这边被打死，应该会进一个结局吧。さてと、そろそろ時間だな。トゥービーさんのセットアップを手伝いに行かなきゃな。多分もう部屋で待ってるだろうな。原地跳他会后空翻。耶，东西全在，爽。游戏中心可以玩骇客游戏了，这么好。训练日三小。挑战会给好处啦，觉得还好，没有这么多好处。失礼します。あ、もう始めてるみたいですね。トゥービーさん、聞こえますか？
起動セットアップを始めますね。まずシステムの明度設定を確認してください。それでは早速始めますね。一つずつ調整していきましょう。まずはそのまま明度の調整お願いします。70602いい感じ。 2B さん、この値で大丈夫です。了解です。 2B さん、この値で大丈夫ですか。了解です。 2B さん、この値了解です。あ、そうそう、セットアップのプロセスは一応記録させてもらっています。それでは次は音声認識の設定です。音声認識の設定がミュートになっているので調整お願いします。今から実際に呼びかけるので僕の声が聞こえるようにしてください。 2B さん、聞こえますか。もしもし、聞こえるように調整お願いします。僕の声が聞こえるように調整お願いします。あの恥ずかしいので早くしてもらえますか。 2B さん、聞こえますか。もしもし、聞こえるように調整お願いします。僕の声が聞こえるように調整お願いします。あの恥ずかしいので早くしてもらえますか。 2B さん、これで問題ありませんか。了解です。 2B さん、聞こえますか。もしもこれで問題ありませんか。ありがとうございます。これでオプションの設定は完了です。なんだ勝手に心拍数が上昇してる。なんだこれ、俺正常値に戻った。あれ、自爆許可の項目が消えてる。ちょっと待ってください、すぐに復元できるので。僕が設定してもいいんですが、一応規則なので 2B さんが設定してくださいね。OK です。いざという時は身を挺して作戦を遂行する必要がありますからね。設定が終わったらこの画面を終了してください。確かに自爆するのは嫌ですよね。規則では自爆機能は必須ですけど、司令官には黙っておきます。设定太久了吧。おはようございます。ナインエス。司令官からの命令で 2B さんのメンテナンスを担当することになったんです。これから定期的にチェックしますね。そう、心配はいりませんよ。僕たち 9S モデルは優秀なことで有名ですから。で、自分で言うことじゃないか。 9S。 何でしょう。継承はいらない。私の名前に3はつけなくていい。はい、わかりました。あ、そうだ、司令官が呼んでたから一緒に行きましょう。 2B さん、あ、いや 2B。 えっ、我跟主角了。哎，躺一下躺一下，受不了了。 2B 躺过的。
データをセーブするにはアクセスポイントに近い場所じゃないとできません。近距離マップで確認してこまめにセーブしましょう。セーブしましょう。ルシファー七八九完結。骇客图书馆曾经体验过的骇客内容，皆再次体验。注意安全桥梁，并未收入未体验的内容的。啊 ，yes， 那是也有。GDO 264。啊，感谢。啊。被开过了。那我的武器会还在吗？漆黑誓约。哦，那把叫漆黑誓约还在，好屌！而且我只能拿一把。徒手。装备一把武器就是了。啊，还留好多。Nice， 打起来比较无力。啊 ，To B か。メンテナンスは終わったのか。はい。ブラックボックスの暴走による敵殲滅。あまり無茶をするなよ。はい。メンテナンス明けで悪いが任務がある。地上にいるレジスタンスたちと合流し情報収集をしてくれ。あれ、レジスタンスとの連絡役には別のユルハブ隊員がアサインされていたんじゃ。専任の担当者とは連絡が取れていない。その原因究明も兼ねて現地調査を頼みたい。了解しました。散发阴森氛围的剑，我的剑就是我的剑。哎，他怎么没有装上去？一击脱离。我看就是大剑流了。虽然我都没升级，地上ってことは飛行ユニットで移動ですね。格納庫に行きましょう。飛行ユニットの運用コストは高いからあんまり使わせてもらえないんですよね。もっと安い機体を生産すればいいのにな。この先が格納庫ですね。行きましょう。戦闘モデルが調査を担当するんでしょうか。現地調査なら僕たちスキャナーモデルだけで十分なのに。命令に文句を言わない。はーい。
が搭載されています。使用方法を表示しますので確認してください。了解。这到底他妈的可以开了没啊？三角，但是还用派的。妈的啊！第一轮的时候不就在妈旁边而已吗？不死鸟大剑啊，就在旁边而已，是不会他妈帮忙派一下。众人一定会在聊天室，目标地点を確認。说谁会死掉？マップにマーク推奨。目標地点への移動。不死鳥大劍。打兩下。我覺得一擊脫離比較屌。妈，之前看到那个位置都没有去。啊，就现在再来一次了，我都不知道那些箱子没有开的箱子位置在哪里了。我搞！哦，我玩到现在，这游戏目前来看地图没有到底大、欸。在这些地图里面晃吧。只要想到再去开了。让我们看看
FFCYA 哦，感谢。情報によると、この付近の機械生命体は襲ってくる様子はないみたいですね。最近こういう敵が増えたみたいで、ただぼーっとしてるだけ。小心。一体何をしてるんでしょう。ここがレジスタンスキャンプか。まずリーダーに情報を聞いてみましょうよ。お前たちは2号。あれ、 2B のことを知ってるんですか。いや、バンカーから連絡が来てたからな。私の名前はアネモネ。この辺り一帯のアンドロイドレジスタンスを取りまとめている。バンカーから話は聞いている。このエリアの調査担当になったらしいな。情報は私よりも他の連中の方が詳しいだろう。私を通さなくていいから好きに聞いてくれ。よし、これで道具屋さんに頼まれたものは全て集まりましたね。雑用って大変ですね。地上のレジスタンスは夜派部隊にとっても大事な同胞。彼らの手助けをするのも私たちの重要な任務だから、文句を言わない。はーい。ここは植物の侵食がかなり進んでいますが、当時はかなり大きな都市だったんでしょうね。オペレーター210より 9S 定期連絡を行います。はーい、こちら 9S 異常ありません。いや、今日も天気が良くて。異常なしとのこと。了解しました。天気の情報は必要ありません。以上です。さん、相変わらず硬いな。そこがいいところな気もしますけど。烦死了。
欸，少一个是怎样？藏在草旁边。Hero Never Die 0723武器屋さんに見てもらいましょう。小心！藏在这种东西，那如果想要收集玄武器，我就要一直想办法去找这种东西，不需要攻略，到时候再弄。珍珠好，珍珠好硬，古代霸王铁块。快，我倒是有点兴趣。四零四之虎，黄铁矿，陨石碎片，这么硬哦、喔？先不要。完成状态，我都不用再另外去捡了，大概如此。底下哪也死的，所控制的敌人等级增加二，上限七秒。可以把哪加三拿掉，其实还有上限。哦，一二，还没省一呢。Thank you.
チョコボーイ X。 オペレーターより 9S へ、レジスタンスリーダーより指定のあった場所の座標データを転送します。さすがオペレーターさん、仕事が早いですね。無駄口を叩いていると不必要にエネルギー消費されます。作戦行動に関係のない発言は控えてください。はい。中央エリアはかなり植物の侵食が進んでるな。サイズもかなり大きい。情報、人類退避後植物の巨大化現象を確認。でっかいイノシシとかいたりして。哇，点数量大幅提升呢。明白。小心！月面人類海軍、地上で奮戦しているアンドロイド諸君に告げる。現在、機械生命体との戦闘は膠着状態にある。長期にわたる戦闘により諸君も疲弊していることだろう。だが諦めずに奮闘を続けてほしい。地球の奪還は月面にいる数十万の人類の悲願なのだ。人類に栄光あれ。人類会議の放送はいつも堅苦しいですね。リーダーから話は聞いてるよ。私の名前はジャッカス。よろしく。砂漠の機械どもを退治してくれるって。じゃあ封鎖している入り口を開けなきゃね。ええ。でもどうしてこんな変な場所にいるんですか？ああ、これはね、巻き込まれたら危ないよね。あんまり無理しないようにね。ね、ねねねねねねね。ねねねね。哇，我还记得那个时候，封鎖しているゲートを爆発で開けるなんて、乱暴な人ですね。这游戏长度应该也刚好，不长不短。长不长，说短不短。轻枪刚刚好。砂で滑りますね。敵の反応が近づきました。気をつけましょう。生命体が言葉を。こういう個体も増えたってレジスタンスの人が言ってましたね。どうして最近になって増えたんだろう。あ、这样子的话，等一下遇到那个裸男之后，我就可以那个吗？就可以鍛炼了。
先练到70等好了。哎，等级更高，我又练得更快了，我还多了这个超速练球。機械生命体にも怖いっていう感情があるんでしょうか。这个有必要重开吗？有没有三组尾？KVVVV， 感谢。なんで余計なものを身につけてるんだ。昔人間が着ていたものに感じが似ていますね。データで見たことがある。そういえば顔のペイントも共同体特有の化粧みたいだ。干好想要升级这个雷射、哦、这雷射太强了吧。